えっちゃん。ん？あそこに公園見えるでしょ？うん。昼間は子供たちがいっぱい遊んでるんだけど、あの公園ができてから今まで遊具のせいで事故が起きたり、子供たちが怪我をしたことは一度もないんだって。それって当たり前みたいだけど、遊具が安全に使えてるのは子供たちがいなくなってから、こんな風に点検してる人がいるからなんだって。遊具が錆びついて亀裂が入ったりしてないか、腐食したりしてないかを確認して、子供たちが公園で遊ぶ安全を守ってるんだよ。電車もそうだよ。こうやって毎日どこかの線路で枕木や砂利の交換が行われててさ、この人たちのおかげで電車は安全。